ここはユニットパークの餅つき広場。みんなで餅つきができる楽しい場所なんだ。ヤルルンはよくここで遊んでいるよ。実は昨日、アイちゃんがアイルンのお部屋に鏡餅を飾ってくれたんだよね。その時、お正月には鏡餅を飾って神様にお供えするんだよって教えてもらって、ふにふに、だからアイルンもプニルンズの神様、プニ神様に鏡餅を作ってあげたいと思ったんだって。ぷにゃー、ふにー、ぷにゃぷにゃー。アイルンとニャルルンは早速餅つきの準備を始めたよ。ふにアイルンとニャルルンが一生懸命餅つきをしているよ。お餅のつき具合はどうかな。うん、あともうちょっとだね。ふにふにゃ、うわー、アイルン痛そう。二人とも完成まで頑張って。ニャルルンはたくさんお餅をついて疲れちゃったみたい。おや、レアルンも餅つき広場にやってきたよ。ぷに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 。レアルンのお茶を飲んでアイルンとニャルルンはほっと一息。アイルンから話を聞いて、ベアルンも鏡餅作りを手伝うことにしたよ。プニ神様は喜んでくれるかな。プニ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 。アイルンたちはプニ神様に鏡餅を持って行ったよ。プニ神様は立派な鏡餅じゃのうって褒めてくれたんだ。鏡餅のお返しにってアイルンたちにお正月のおもちゃをプレゼントしてくれたよ。ぷにぷにぷにゃぷにゃ。タコに羽子板に綺麗なゴマ、アイルンたち素敵なお土産をもらえてよかったね。ぷに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 ゃぷにぷに。遊ぼうね。